ハリー・ポッターシリーズ。ハリー・ポッターシリーズは、イギリスの作家 J.K. ローリングによる、児童文学、ファンタジー小説。日本での通称は、ハリー・ポッター。1990年代のイギリスを舞台に、魔法使いの少年をハリー・ポッターの学校生活や、ハリーの両親を殺害した、超本人でも、ある強大な闇の魔法を使い、ボルデモートとの因縁と戦いを描いた物語。 一巻で一年が経過する。第一巻、ハリー・ポッターと賢者の石が、ロンドンのブルームズベリー出版社から1997年に刊行されると、全く無名の新人による初作であるにもかかわらず、芝叩く間に世界的ベストセラーになった。子供のみならず多数の大人にも愛読され、児童文学の枠を超えた人気作品として、世界的な社会現象となった。 73の言語に翻訳された本作のシリーズ全、世界累計発行部数は2018年12月1日の時点で5億冊以上であり、史上最も売れたシリーズ作品となっている。2001年から8本のシリーズで公開された映画、2011年完結もシリーズ世界歴代3位の興行収入と大きなヒットを記録。当初から全7巻の構想であり、第7巻、 ハリー・ポッターと死の秘宝の原書が2007年7月21日に発売された。2016年に本編の古実談を描いた事実上の第8巻、ハリー・ポッターと呪いの子が発売された。これは2016年夏に上演された舞台劇の脚本を書籍化したもので、ローリングはこの作品をハリー・ポッターシリーズの最終巻、または完結巻としている。 2010年6月には、フロリダのユニバーサル・オーランドリゾートに映画版のセットを模したテーマパーク、ウィザーリング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターが開演した。2014年7月15日には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。2016年4月7日には、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドでも開演した。小児で、義父義母に礼遇され、 重慶帝等にいじめられているハリー・ポッター少年は、11歳の誕生日に自分が魔法使いであることを知る。ホグワーツ魔法魔術学校へ入学し、今まで知らなかった魔法界に触れ、亡き両親の知人をはじめとした多くの人々との出会いを通じて成長する。そして、両親を殺害したボルデモート教と自分との不思議な因縁を知り、対決していくこととなる。 より詳細なあらすじは、各巻記事を参照。用語については、ハリー・ポッターシリーズの用語一覧を参照。全7巻からなる長編で、各巻の内容は相互に密接に関連している。作者の J.K. ローリングは、インタビューで、プロットが重要なので力を注ぎ、第1巻を書き上げる前に、全7巻のプロットができていたと語っている。当初は、 1997年から毎年一冊の刊行が予定されていたが、最終的には1から4巻までが毎年3年置いて、5から7巻が1年おきの刊行となった。前日の通り、本編終了から19年後を描いた舞台版のシナリオが出版されており、8番目の物語イコール事実上の第8巻と銘打たれている。本文は、 とがきとセリフで構成されており、一巻から七巻のような小説のスタイルは取られていない。またジョン・ティファーニー、ジャック・ソーンとローリングの共著名義である。以下は電子書籍のみ。著者は JK ローリング。日本語版は2016年9月16日発売。ハリー・ポッターシリーズは世界各国で刊行されており、2008年時点で67個ともに、 翻訳され、世界合計4億部、うち、第1作が1億部のベストセラーとなっている。珍しいところでは、ラテン語、古代ギリシア語など、日常で使われることのない言語にも訳されている。なお、著者のローリングは、実著の電子書籍化に対して、強固に反対しており、ハリー・ポッターシリーズの電子書籍版は販売されていなかったが、2012年には、オフィシャルストア、 ポッターモアよイープブ形式による販売が開始された。作品ごとのシリーズセットがあり、それぞれアメリカ英語版とイギリス英語版が用意されている。日本語の電子書籍も2016年9月よりポッターモアやアマゾンキンドルなどで取り扱われるようになった。ハリー・ポッターシリーズはほとんどの固有名詞に意味が込められた命名がなされているが、固有名詞の翻訳状況は 各言語の事情によって異なる。中国語、特に反対アザ版では、天皇政府、内活や、小戦場東瀬のように人名にも意味を重視した翻訳がなされている。スロベニア語では、固有名詞をスロベニア語に訳した上で、スペルを若干変更している。しかし、映画化にあたりワーナーブラザースから人名を変更しない要要請が出され、格言語の翻訳者からは、 映画会社の応募に不満が噴出したという。また、六巻終盤に登場した RAB のイニシャルも、オランダ語やノルウェー語などでは、人物の名字に意味を重視した訳語を当てていたため、RAZ や RAS となった。このため他の言語と比較することで、その正体が予測できてしまうということもあった。松岡及び生産者の翻訳権獲得から、 ミリオンセラーまでのサクセスストーリーは日本国内で大きな注目を集め、また翻訳の評判も良かった。一方、翻訳家や読者からは第1巻から語訳、珍訳、文章力の問題点が指摘されており、2001年頃には児童読者からの語訳の指摘も松岡のもとに届いていた。以下には主な問題点を挙げる。本シリーズは 1990年代のイギリスを舞台にした執筆時点から見てごく最近の物語である。原書においては一部の登場人物に鉛や特徴的な口癖が与えられ個性を表現しているが、日本語では英語以上に一人称や言葉遣いの表現が多様である役割ごとも参照のこと。したがって1990年代という 時代設定から逸脱した一人称、言葉遣いを用いたことによって、原作と日本語版ではまるで印象が違ってしまっている、登場人物も少なくない。明治大学教授で翻訳家の高山博史は、魔術という古い世界と現代のティーンエイジャーの世界の工作がこの作品の醍醐味なのですが、日本語訳では、会話文と普通の文章がごっちゃになって読みにいと評している。 このほか、長ズバ、下手人、旗子など時代がかった言葉が多いことも、センスが悪いと批判されている。交語としてあまりに不自然な場合、映画版の吹き替え、字幕では修正されている。また、本文には、特殊本と、太字、囲み文字、編みかけ文字やイラスト風の囲みが多用されているが、いずれも、低本のブルームスベリー社版にはない、日本語け独自の演出である。これは、 原作者の意向で本文中に差し絵が使えない制約を回避するため読者がイメージを膨らませられるようにという松岡の解釈で勝手に付与された。高山博史はイギリス版の中表紙のホグワーツの紋章をカットしたことを批判した上で翻訳以前に物語の持つ世界観を最低限踏まえた上で紹介するのが役者の責任だと思うとしている。しかし、 文章の不掲載についてはドイツ語版などでも行われており、日本語版だけの問題ではない。日本語の語彙が正しい日本語の意味とは異なる意味で使われている箇所が多々ある。第2巻、秘密の部屋の作中において、先天的疾患に対する差別的表現があるとして2000年10月に、市民団体、更新、公害列ともの会が、抗議、問題箇所の削除を要求。 生産者は、著者と共にこの市民団体と協議し、同年11月、第66冊から、該当箇所を削除することを回答。市民団体側は、各都道府県教育委員会、全国の図書館や書店に対し配慮を行う、要同年12月に、持ち書を送付した。上下2冊組となった第4巻以降、返品を付加とする、買い切り制、責任販売制、 買取制とも言うとなったため、一般の小売りと同等のリスクが発生した。この点については、第1巻、第2巻、第3巻が入手困難となったことから、書店業界側からの要望でもあった。また発行元である、生産者自体が小さな出版社であるため、大量発注を受けた結果として、大量の返品を抱えた場合のリスクが小さく、ないという出版社側の事情もある。 2004年9月1日に第5巻、不死鳥の騎士団は、初版290万セットで発売されたが、2週間以内に売れたのは65%にとどまった。発売後すぐに、実売部数は200万部を超えるベストセラーとなったが、発行部数に対して大量の在庫が出たため、書店業界から悲鳴が上がる事態となった。これは、書店からの発注をそのまま受け入れて発行したからで、 出版社、生産者、取り次ぎ会社、当販、店の調整不足が指摘されている。日本書店連合会からも交渉味と、買い切り制の採用や、生産者が広告を打たないことに対する不満が、複数回表明されている。こうした状況に対し、松岡優子は、クリスマスまでにたくさん売れるように期待しています。新聞広告などで私たちも応援したいと発言。 その結果、12月にネタばらしとなるキャッチコピーを広告に掲載し物議を醸した。その後の第6巻、第7巻では書店が発注を控えたため、第5巻ほどのトラブルは生じていない。ハリー・ポッターシリーズはワーナー・ブラザースによって映画化された。2001年に映画ハリー・ポッターと賢者の石が公開され大反響を呼び、 その後も続編が次々と制作され、撮影はリーブスデンスタジオで行われた。全作品を通じ、ハリー役はダニエル・ラドクリフ、ロン役はルパート・グリント、ハーマイ・オーニー役はエマ・ワトソン。2016年にはスピンオフ映画ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅が公開された。ハリー・ポッターと呪いの子、ハリー。 ポッターザ・カースト・チャイルドのタイトルで2016年末にウエストエンドのパレス劇場にて上演。J.K. ローリング、ジャック・ソーン、ジョン・ティファニーが手掛ける新たなストーリーとなり、本舞台は全7章の小説の続きとして、ハリー・ポッターと死の秘宝の19年後が描かれ、ハリーとその息子であるアルバスが登場する。脚本がシリーズ大発刊。 最終巻きとして2016年7月30日に発売され、日本語版脚本は2016年11月15日に発売。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。